九州三高バス山賀営業所は、九州三高バスの営業所の一つ。熊本県山賀市中央通り、山賀バスセンター内あたり営業所のほかに、浜本郡植木町跡小賀に鹿南車庫、北宅役所裏側に植木駐車場があり、各10台ほどが駐在されている。鹿南車庫は、 九州産業交通時代には、熊本都市圏から鹿南中学校行きとして、大型車も駐在していたが後に、上記の植木駐車場が開設されると、大型車はすべて植木駐車場へ移動になり、参考バス熊本、玉名両営業所の駐在車庫として、中型車が数台駐在するのみが続いたが、2019年10月のダイヤ改正時に、 熊本都市県内幹線からの鹿南中学校行きが復活し、また大型車による鹿南車庫駐在も10、数年ぶりに復活したため、現在は九州三考バス直轄三考バスの共用車庫となっている。以前は山賀市への直通路線が多かったため山が営業所車庫配置車が大半を占めていたが、2019年10月のダイヤ改正によって、 多くの便が植木発着に短縮された関係でしか、南、植木領中在車庫に配置する車両が多数となったため、山賀営業所車庫の配置者の方が少ない。主に、熊本市中心部と四方区部及び、熊本市北側の熊本都市圏を担当する。このほか、三考バス路線の山賀三考から、下北地区、菊池市とを結ぶ路線や、JR 九州バスから引き継いだ。 山賀線の運行も担当している。また、参考バス管轄では、東映業所の担当ではないが、山賀玉名市間を結ぶ路線も運行している。かつては、山賀熊本市間には、植木温泉を経由する便や、大民中町経由並びに山賀大橋、新道経由といった系統も多く運行されていたが、2019年10月のダイヤ改正に伴う、系統。 便数大幅見直しによって、これらの系統は全て廃止され、日中における運行本数も過去には1時間あたり5から8便ほど運行されていたが、ダイヤ改正以降は1時間に1便、ないし2便に激減された。また、過去には2013年10月1日より、阿蘇熊本空港と山川温泉、平山温泉とを結ぶ快速バス、山が、 平山温泉号の運行を開始したが、2014年3月31日をもって運行を終了した。山が平山温泉号は過去において参考バス山が営業所が運行していた熊本県内の快速バスである。2014年3月31日をもって運行終了した。本路線は光の森号と同様3区パスティークマカード。 参考バス回数券、下通り交通券は使えるが、ワクワク1デイパスは使用不可であった。ありがとうございます。